ワンアウトランナー一塁で6番レフトの金本です。馬場さん、はい、昨日神宮で復帰後初ヒットが出ましたよね、金本選手、はい、で片岡バッティングコーチはね、やっぱり金本選手でもヒットが出ないと気持ちが全然違うと、でエッジランプが灯るというのはこれやっぱりバッターにとっては最大の良薬なんだとだいぶ早いストレートにもタイミングが合ってきたという話をしていますね。それに加えて何より今日の試合前のバッティング練習、神宮の3日間と全く違ってたと、おそらく今日も打ってくれるでしょうと首脳陣も大きな期待をしてますよ。これはかなり小山さん前向きないいリポートが入りましたね。そうやね、和田バッティングコーチに聞いても金本が代打で行くときっていうのはどうしても代打のときっていうのが力みがあって、まあ、バットがスムーズに出ないっていうところもあったんだけども、昨日あのヒットを打つ前にファールを打ってそれでなんか掴んだんじゃないかなって話をしてましたね。あ、まあ、ちょっとしたことでね、はい、昨日先発復帰後初めてのヒットを打った金本、2本のヒットを打ちました。長打もありました。いい薬になったということです。巨人を追いかける阪神、主砲金本という金本の復帰という明るい材料、さらに戦力が増しました。ノースリーから打っていきました。9日ぶりの甲子園のレフトのポジションを守る金本、定位置に鉄人が帰ってきました。ピシャリよね、でそれとね、この甲子園球場のその浜風っていうことでね、はい、なかなかライトにはそのホームランが出ないということで、今みたいにね、ああいうスイングで芯で捉えれば十分ホームラン届くんですよ。はい、うん。